おめでとうございます。ありがとうございます。ようやく勝てましたね。長かったですね、ここまで。チェッカーの瞬間どうでした？そうですね、まあ、冗談で泣いちゃうよって話はしてたんですけど、本当にまあ、嬉しかったですし、まあ、涙も出てきまして、まあまあ、本当に嬉しかったです。まあね、いろんな人の応援があって今ありますよね。そうですね、本当多くの方に支えてもらって、まあ、今までやってきましたし、やっぱ勝つこと自体は、ね、まず恩返しになります。そういう意味では、ね、しばらく勝ててなかったんで、本当、まあ、応援してくれた皆さんに、ね、この優勝を報告したいと思います。レースは結構思った通りの展開でしたか？そうですね、太郎君も亮もいいペースです。まあ、ペース、まあ、全体のペースがどうなのかって分からないですけど、スピードもありましたし、厳しかったんですけど、まあ、まあ最後うまくコントロールできたかなと思います。3戦連続ポールから3戦目でようやく勝てました。残り2戦ありますね。そうですね、まあ、モテギの前からは全部残り3戦勝つって話してるんで、まあ、やってね、有言実行できたので、まあ、僕は続けていきたいと思います。